こんにちは。お願いします。今日もよろしくお願いします。お母さん、パパありがとうございました。はい、すいません。ありがとうございます。ごちそうさまでした。いえいえ。プレゼント。なんからやかんな。何でかやすや。見ていいのかな。はい。エプロン。エプロン。うわあ、ありがとう。うわあ、ありがとうねって言っとって、お母さんに。いつもありがとうございますって。ありがとう。尊いものを。じゃあ、ご飯作るわね。うん、お疲れさんやね。ちょっと。何でもいい？何でもお任せします。さあ、行くな。なんかサービスしてあげるんでね。やったー。あの、プリンがいくつあるかな。もうお野菜サービスしてもらってる。ありがとうございます。すごい。ありがとう。うちの夜見とるなと思ったんよ。わかる。片プリン好きなように、そしたらうまっ。特別メニュー。おいくらくらいで出すんですか？100円。いただきます。いやいいよ、おめやげ。あの、5キロぐらい。あずきもいいんですか？うん、あずきもいいです。すいません、これまた失敗もらっちゃって、なんかいつも持って帰っちゃって申し訳ない。ええよ。うちで食べてもらって、お茶入れて。すいません。あんこバターは、あんこバターは。あるんですか、その歌。そんなんないよ。あ、オリジナルソング。オリジナルソングやって。ありがとう。ありがとうございました。何これ味噌？あずき。おお、プリンやん。すごい本格的な。え、何？プッチンプリンの入れ物？何これ？これ手作りプリン。え、こんな風に入っとるやん、プッチン。すごい面白いね。
うん、うまい。オクラトースト。オクラトースト。うん。美味しそうだね。これは、卵のね、卵は、ゆで卵が溶いて、マヨネーズで。昔家で作ってたのは、なんかみんなそんな感じだったよ。ゆで卵を作って、サンドイッチなんて今普通に売ってないってことだけど、家で作るなんて大体みんなおにぎりなのに、サンドイッチ作るってことはすごいことだありがとうございます。いいえいいえ、食べれた？美味しかったです。よっしゃよっしゃ、ちょっと一本電話入れてきます。はいはい、すいません。あ、もしもし、お疲れ様です。水野です。どうした？あ、今大丈夫ですか？少し、うん、あ、いいですか。あの、和江さんって今お花って探されてますか？うん、お花、あ、探してるけど、はい、今は探してないかな。あ、さ、今探してないんですか？あ、いや、探してないことはないんだけど、はい、あの、なんだろうな、今あの、はい、さ、あの、なんか美味しい水を使ったさ、はい、料理って美味しいと思うんだよね。美味しい水ですか？なんか今あの湧き水のちょっとスポットにいて。あ、湧き水にいらっしゃるんですか？そうそう、でそこで天然水が湧いてて、そこを汲みに来る店主さんをちょっと今待ってるんだけど。はいはいはい、そうなんですか。あの、うん、お花はちょっと今探しに行けてはないんだけど、はい、探したいとはもちろん思ってる。あ、そうなんですね。すごい、うん、まあ、二刀流っていうか。あ、二刀流なんですか。すごい音がすごいですね、なんか。あ、なんかザーって、あ、滝の音ね。あ、滝にいるんですか。滝、いや、なんか水がね、すごいのよ。なんかあの水の滝っていうか。実はお花があって、進めれたらなと思ってるんですけど。わかりました。なんかやっぱりお花を大事にされてる店主さんだから、やっぱりめちゃめちゃいい店だと思う。多分そんなにいっぱいお花育てたら管理が大変だから、管理するっていうのも大変なんだから、お水あげたりとか、はい、普段しなくていいこともしなきゃいけない。でもそうまでしてでも、はい、要はお客さんをおもてなししたいっていう気持ちだからさ、はい、その情熱をさ。あ、忙しそうだね。ごめんね、本件を長電話。いや、全然全然、すいません、お忙しいところ。いやいや、あの、ケイコちゃん頑張ってな。はい、ありがとうございます。ファイティー。はい、はい、ご飯を作るね。はい、待っててね。おいしそうに。あ、ちょっとそい。その方が。そう。で、しょうが入れて。ああ。一丁で切がる。おはぎですか、これ。
やれたら牛すじカレー、ああ飛騨牛の牛すじカレーで今日はね、うわすごい肉を食べさせてあげようと思ってね。何ですかこれ。牛の。あ、飛騨牛だ。飛騨牛。飛騨牛だよ。さあ、行くな。大根の煮物持ってかん？いいんです。ああ、すみません。ありがとうございます。すみません。これじゃ足らんね。ん？二個。全然。明日のじゃ朝ごはんごめんなさい申し訳ない。いいいいいいよ。お会いとさせていただきます。あ、はい。お願いします。ありがとうね、来てもらって。いいね、こちらこそ美味しかったです。どうぞ。2410円。あれ、あのお魚入ってる？魚入っとるよ。入ってる？うん、いいいい。またハイタッチで。はい。ありがとうございます。いただきました。気をつけてね。ありがとう。ごめんなさい。ごちそうさまです。どうもありがとうございました。よし、喜んで帰ってもらえねえって。また新しいお客さんがいらっしゃいましたね。うん、本当やね。ありがたいて。うん、ねえ、ありがたいて。頑張っとれ、いい子さんて。いつもありがとうね。いい。喜んで帰ってもらえることがありがたいでさ。今日大変よ。ねえ、寒かったでしょう。いいえ。ほんと。よう来てくださいまして。これであの。あ、いらっしゃいませ。こんにちは。いつも。あ、天馬のキッチーです。どうも。いつも大変お世話になっております。ありがとうございます。この間、とてもおいしいのいただいて。ありがとうございます。これまたちょっと変わって色がね、うん、あの見た感じよりこれ生地が私も風が強いで、もう明日明後日ぐらいからあったかな。ありがとうございます。失礼します。
ありがとうございました。ありがとうございました。また何かあったらまたお邪魔します。